はい、どうも、ルールカーです。セブンナイツアップデート来ております。まあもうね、オルリーが来るって分かってるから気持ちはね、かなり楽ですけども。性能だよね、やっぱり気になるのは。とりあえず、ここは更新されてないな。オルリー参戦記念イベント。まあ、これは気楽ダンジョンのことかね。大魔術師の再来。なんだろうこれ。オルリー参戦記念ガチャ。魔と力の共鳴。ルーンガチャ。オルリー参戦記念ルーンガチャ。キャラ覚醒 SP パッケージ。まあ、そうだよね、そりゃ来るよね。イースのプレゼントボックス来てますよ。60ルビー。あ、あれか、 RT キャンペーンのやつか。ありがたくいただきましょう。ありがたや。じゃあ早速見ていきましょうか。オルリーの性能ね。ナイトクロウ、もう覚醒でいいよね。敏捷33だ。 やべえ。つえ。これ一応、あれ、そうか、覚醒してるから強いな。強いな。持続スキル、ペネトレートライト。自分に全てのダメージに対する免疫と複数免疫が6回与えられ、敵が1人倒れるたびに全ての味方に全てのダメージに対する免疫と複数免疫が1回与えられます。すごいな。追加で味方に自分を含む魔法キャラが2体以上いる場合、全ての味方の魔法力が50%ずつ上昇し、オルリーがレベル30以上になると、レベル1が上昇するごとに魔法力の上昇が1%ずつ上昇します。最大60%と。すごいね、これ。敵を倒すと味方にバリアが張られるってね。で、ノーブルスター。わあ、3回だ。トリプルだ。暗闇、そして暗闇再来。敵4人に魔法力60%の魔法ダメージを3回与えます。追加でクリティカルが適用され、高い確率で2ターンの間麻痺を与え、あ、間違え、暗闇を与えます。暗闇リング必要になってきますね、これは。ロアー・オブ・ライト。両方ともクリティカル適用か。攻撃力または魔法力が一番高い敵2人に魔法力120%のダメージを2回与えます。これが60秒で使えるか。追加で対象の防御力を無視し、クリティカルが適用されます。これやばい、火力やばいっすね、これ。で、アンガー・オブ・ライトニング。あ、こっちは麻痺だ。すべての敵に100%の魔法ダメージを2回与えます。追加でクリティカルが適用され、対象の最大ヒットポイントの20%の追加ダメージを与えます。ということは3回ってことだね。で、一定確率で2ターンの間麻痺を与えます。これやばいな。すごいな。1回ずつだね。で、ノーブルスター。ちょっと待って、6回か。6回だね。6回ですね。6回ってことは結構削られるね。リンとかは結構きついかもね。ドゥンドゥドゥドゥン。だから8か。
これは6回ですね。え、6回6回か。あーすごいな、これは強いよね。普通のオルリーってどうなんだろう。普通のオルリーは 50% まで上がるんだ。へー、まあ普通のオルリーを使う意味ってないよね。魔法力上げだから、まあ、確実にユキと合わせて使う感じになるよね。で、記憶ダンジョンが、あの日の約束1234。給付可能力、いいね。エレナがまたもらえるんだ。いいっすね。ちょっとこれはもう走りがいがあるね。9月14日まで。え？交換が9月14日までか。で、イベントは自体は9月7日まで。いいね。長いね。頑張りがいがありますね。で、売却するあれが上がったんだよね。ちょっと一体レベル上げてやってみますか。よいしょ。で、売却じゃねえや、進化だ。あれ、ハウルもいたわ。ハウル、レベルマックスでいたわ、なぜか。ついでに。よし、売却。で、30になってますね。いや、これは美味しいね。素晴らしい。これでもう20で、選んでか、選んでと獲得していくっていうのも選択肢のうちに入るからいいね。で、衣装これか。これは初めて見るよな、砂浜の帝王。これか、アドミラル。ミコ。これ欲しいよね。買っときましょうか。俺ミコ使ってるからね。オルリー。まあこれも買っときますか。持ってないけど。絶対手に入るし。さて、じゃあ、オルリー引いてみましょうか。これ、この、いろいろ気になるんですよね。大魔術師の再来とか。これ見てみると、なんか出たりすんのかな。準備中ですと。あ、記憶ダンジョンだね、これは。OK、とりあえずガチャ行きましょう。なんか、S 島くん10連で出してたけど、あ、なんだこれ。攻撃キャラガチャ。あ、マジかミコ、クラハン、カイルの出現確率アップ。いらねー、9回目。ジュフィー、スニッパー、選択権。これ、どんぐらい出るんだろう。増幅の魔法ルーンが1個確定。オルリー、カルマ、リンガ。
いやー、これミコ、まあ回すんだったらミコかな。9月7日までか。次のアリーナ報酬でも大丈夫か。ミコ欲しいな。ちょっとじゃあオルリーをサクッと手に入れますか。オルリー、オルリー、うわあ初めて2つ、オルリー一発で出ますね。ああ、思考ですね。ということはリンかな。あ、ユキだ、やった。持ってなかった。これはついてる。皆さんこれ本当に出ますよ。10連で。俺もうなんかミコガチャ行きたくなってきてんだけど、ユキを使う予定がまだあんまないから。こっち行きたいな。行っていいっすか。ミコ、ミコ、わあ、ダメだこれ。あ、出た。あー、カイルかーと思ったらエースからのエース。ちょっとこれさすがに出ないだろ。もう日本のガチャゆるもやりすぎでしょ。ダメでした。いきます。ほい、ダメ。うわー、やばいやばいやばい。ちょっと面白くなってきちゃった、ガチャ引くのが。リンかと思ったらユキだったんだもんな。すげえ嬉しい、ね、おお、すごいすごいすごい。よし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 、ミコ頼む。よし、緑。あー、クランかークランかー。ミコが欲しい。マクラハンもこれで38金にできますね。そしたらカエルパノがいいんじゃねっていう話にもなりかねないんだよね。うわー、少な。はい、ダメ。いやー、ミコ最後に1枚ください。お願いします、ミコ、ミコー。あー、ダメだったー。はい、というわけでね、結構ガチャは今までと比べると出やすいんじゃないかなと思いましたね。なので9月7日まで攻撃ガチャ頑張って引いていこうかなと思います。課金はちょっと今のところ考えてないんですけど、はい、ちょっと頑張って引こうかなと。そうすると、ミコ、メイのボックスと合わせてね、もう1体手に入れば38まで持っていけるんで、はい。というわけでね、オルリーのイベントね、頑張っていきましょう。記憶ダンジョンはまた別個ね、動画作ったり、周回生放送やったりしていこうと思いますんで、ぜひそちらの方に、お越しください。ではご視聴どうもありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。